アボロ新聞王、独立、感言、新营、放眼看世界、展望新文化、新中华。中共中国共産党はパンデミックの事実を隠蔽してきました。中国国家衛生委員会のデータによると、中国では、パンデミックによる死亡者はこの1年半でわずか2人しか増えていないということです。ある名前を明かせないベテラン軍医は、公式に報告される死亡者数が信じがたいと考え、 そして、大紀元の取材に対し、毎日のように北京から情報を受け取っていると話しました。毎日、アウトブレイクに関する分析が送られてくるのです。読んでから削除してしまうから、具体的に覚えていません。私が読んだ情報は、比較的客観的なものです。読んだ資料には、多くの死者が出ているのに、衛生委員会が報告している死者数はあんなに少ないのです。 彼女はこう述べました。ウイルスに感染した人たちをすべて入院させるのは不可能です。あれほど巨大な病院は存在しません。公的医療制度は対応できず、崩壊してしまうでしょう。それではいけません。重症者だけを入院させます。死者数を減らすことだけを考えています。